はい、前回ね、ローソンさんの方でやりましたけども、1000超えなければいいんですね。で、一番その1000キロカロリーに近い人が勝利というゲームになっています。しかもシュガーマーガリンのマーガリンが来るんですよ。増えてる。マーガリン単品でいくとか。皆さん、手を合わせて、いただきます。いきます。はい、どうも、成人達成3人目の八重翔です。おい、塚田です。エロです。ミシェルです。コンビニカロリーチキンレース今日はね、この撮影予定だったので皆さんご飯食べてきてないですよね、もちろん。はい、今日タコブツしか食べてないです。ブツ朝から朝からどんなやついないのよ、普通。特殊なもん食べてきてますね。減った。はい、前回ね、ローソンさんの方でやりましたけども、1000キロカロリーを目指して、コンビニの商品を注文して食べてみて、1000超えなければ OK ですよね。そうね。で、一番その1000キロカロリーに近い人が勝利というゲームになっております。前回はノエルがすごかったんだよね。そうね、すごかったね。980いくつ出しちゃった気がする。すごい。やばかった。避けるチーズで調整して、カロリーチキンレースマシン。二人オーバー。ウォルピすごかったよね、確かに。どうオーバー。1600、700って気がするんだけど。ナッツがね、やばかったね。ナッツが強かったね。まあ、今回そのね、前回の反省も踏まえてできますし、今回僕買い物に行ってないんで、僕も参加して。おい、来た来た。やりたいと思います。大勢は俺らの食料。全部食べないでしょ。出るよ。全部食べたいんだったら、まあ、全部注文して、あの上限ないんで今回注文、まあ、全部頼んでいただければそれはいいですけど、全然数気ある。今自分を満たすことない。じゃあ全部食べきってくださいね。もちろん。ということで早速ね、じゃあのメニューの方を多分またスマホか何かに送られてくると思うんで、はいはい、そちらの方を見ながら、注文決めていきましょう。よいしょ。はい、それでは皆さんスマホの方にね、メニューが多分届いてると思うんで確認してみていただいて。みんな一緒だよ。ちょっと品書き多いですね、今回ね。うわぁ、何十、何品あるんですか、これ。数だろけ、1、2、3、4、5、6、30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 、
そうです。やばいな。食えってことよ、マーガリン。マーガリン単品で行くことある。おでんとかもさ、何が入ってるのかってちょっとわからないの怖いよね。確かに。これはどうします？前回みたいに順番でこう選んでいきますか、それとも一人一品をこういきます？初手があまりにも有利。これ一品ずつやっぱドラフト形式でいくんじゃないか。そうね、その方がいいね。1、1、1、1とかが公平かもしれない ね。じゃんけんしますか。じゃあ順番決めろ。そうね、どうしよう。これ大事よ。大事。一旦じゃんけん。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、待った。俺パー出そっかな。オッケー。最初はグじゃんけんパー。あぶねー。本当に出しちゃった。焦りすぎて。俺はもう運命を。最初はじゃんけんパー。バカー。自爆じゃん、こんなの。じゃあ一旦1番決めるか。最初はじゃんけんパー。はい、こっしょ。格闘かい。じゃあ3本を決めてもらって。ショコラ1、2、3、4かな。そうですね。で、2周目はその逆で。オッケー。何にしよっかな。2番になったはいいもの。1000だもんな。意外とね、1000カロリーだからな。ガツンとメイン系はそんなにないですね、今回。確かに。ビスキュイサンドって何？ビスキュイのサンドでしょ。どうしようかな。じゃあ腹減ってるし、じゃあ1個目は、はい、セブンプレミアムカフェラテスイートミルク。あれ飲み物からあんのから言ってんの。腹減ってるやん。前置きと逆じゃん、言ってること。まあまあまあ、結構高そうだけどね、これもね。じゃあ次、ニャンヤオチュ。どうしようかな。シガマガリか。シガマガリはね、カロリー高いと思う。多分高いね。パンね、あの前回のフレンチトーストが、うん、あれ結構高かったんで、なんかその系統な気がするんだよね。うん、シュガー怖いよね。まあ、単純にね、今直感的に食べたいものを選びます。ホットドッグ。おお。ホットドッグ。ホットドッグ。ホットドッグにします。おいおい、遊びで来てんじゃねえんだぞ。いや、ホットドッグそんな高いことないと思うよな、構成されてる要素的に。なんかそんなにだと思います。はい。結構日和るね、みんな。いや、日和るというかね、なんか攻めるにしてもそんなにないよね、攻めれる。なるほどね。僕いいですか、じゃあ。美味しい牛乳。おい、かぶってるって先方が。ミルクミルク。違う違う違う、後に続いてくるから。美味しいミルク、容量にもよるよね。こんぐらいの細いやつなのか、なんか1リットル弱のやつなのか。200ミリのちっちゃいやつじゃないの。まあ、これ来ちゃったら握りがね、一応全部あるからね。そう、なんかこのやばい、握りやすいけど縦に長いやつとかあるからね。これ来ちゃったらそれで終わるぞ。そこがね、結構読めないんで回避しましたけど、うん、ウォルピス、ここから2連チャンで選べるから。僕はね、前回の大敗を経て、うん、あれからちょっとレコーディングダイエット始めたんですよ。おで、
ね、コンビニとかでご飯買うときに、うん、これは何キロカロリーだ、あの1日2000キロカロリー未満になるようにご飯買ってたんで、はいはいはい、ちょこちょこね、これ多分これくらいだなっていうのがちょっと目処ついてるやつがあるんですよ。わあ、うん、ペペロンチーノ。おお、これね、だいたい400から500です。なるほど、そうなんだ。それはどうかな。わかんないよ、ここのあの期間限定でめっちゃ豪華なペペロンチーノ。いや、それだったら大盛りペペロンチーノだと思うねんな、あれ商品名に入ってるし。確かにね、まあ、大盛りだったとしても、600はいかないと思うんだよね。まあそうね、割とパスタの中ではヘルシー寄りではあるもんね。そう、だから僕はまずでかいメインを2個ドンといって、うん、そこから微調整して。なるほど、うんうん、メロンパン。おお、これね、パンはめっちゃいくんですよ、カロリー高いよね。普通にちっちゃいクロワッサンとかでも300ぐらいってするんですけど、うん、メロンパンは僕の統計的にはおそらく350ぐらい。これで今もう、まあ、700-800ぐらいいってるから、あとはちょっと微調整していこうかなと。僕いいですか、メロンパン食べて。やばい、だってもう牛乳と食べ合わせいいもんないじゃん。確かに。どうすんだよ。あるよ、一番上のシュガーマーガリン。シュガーマーガリンもあるよ。シュガーマーガリン不気味すぎるだろ。一番上にあるのも。でもね、我々その義務教育でね、あの嫌というほど牛乳を飲んできた身としては、うん、何とでも合うと思うけどね。なるほど ね、 ね、確かに米と飲んできたもん。そうだね、そのせいで俺未だに好きなんだ。そっちなんだよ。何とでも合わせのもんだから。じゃあどうしよっかな。でも一応米じゃない、なんて言うんだろう、生地類で、じゃあブリトーハムチーズ。あー、いいね、いいとこ行ったね。なるほど、これ分かんないな、400いってないと思うな、350ぐらいだと思うけど、分からんな、分からんね。どうしよう、まあでもホットドッグがね、まあ、500はいってないと思うんですよ、さすがに、うん、だからもう一品ぐらいちゃんとしたのにいってもいいかなっていう気はしてて、はい、ホットドッグ予想どんぐらいなんですか。まあ、さっきなんかパンがね意外といくみたいな話してたんですけど、別にホットドッグ の、 あのコッペパンってバターとかそんな使わないと思うんで、そんなに重くはないと思ってて、でそれにソーセージ合わせもまあ400か450ぐらいだと思うんで、うん、ってなるともう一個でかいのを言っておきたい。なんだろうな、シュガーマーガリン。シュガーマーガリンは怖い。1品で600、700いってくる可能性があるんで。さすがにないだろ。いや、ちょっと怖いな。じゃあ決めました。はい、半熟煮卵おにぎり。おー、これもちょっとね、中ではその煮卵がね乗ってるんで、ちょっと他のおにぎりはちょっと上かなっていうところで。俺これ結構地雷だと思うんだよな。そうかな。いや、なんか見た覚えがあるんだけど、うん、すげえ味濃い色してたと思うんだよ。まあまあ、それはそう、味濃い色はしてる。すげえいってんじゃねえかな。まあでもおにぎりだからね、所詮弁当ではないですから。米だぜ。もう米だけど。米だけどよ。だって逆に半熟煮卵入ってる分は米が削られてるわけだよ。逆に。いやいや、策に溺れたな。いやいや、まだわかんないから。あいつ飛んだわ。もう飛び確定だ。ここからそんなことあるか。2連チャンなんで。いいですか。はい、まだカフェラテしか確か頼んでないよね。そうね。なんでカフェラテ頼んだんだろう。一番の権利を使ってまで飲むものだったかっていう。誰も取らんかったね、うん、溺れたわ今。一番飲みたいものに。じゃあ味しみ鶏大根。おー、予想つかないな。安くね、なんか、なんか渋いね。安いぞ。そしてベーコンポテトサラダ。おー、ポテトサラダは結構高そうなイメージあるね。これはね、大きくないんじゃない。そう、量が多くないと思うから、確かに。まあ150とか。なるほどなるほど。200いかないぐらい。なるほど。なんじゃないですか。そろそろ調整した方がいいよな、俺は。もうギリギリいってて、まあ、800、900ぐらいだと思うんで、うん、調整的な意味でこれいきます。糖質 0g サラダチキンバー。調整だね。これはね、100キロカロリーいってないと思う。70とか80ぐらいだと思うんで、うん、これがいい調整になるんじゃないかなと思います。じゃあ僕はメインも飲み物も頼めたんで、デザートの方を探そうかな。ちょっと怖いんだけど、うん、行こう。フィナンシェ。うわ、怖っ。怖っ。前回ね、それ怖いよ。爆弾でしたからね、フィナンシェが。こんくらいで300、400ある化け物なんだけど、うん、多分まだ大丈夫、僕が頼んだもんだと。まあまあまあね、サイレントキラー。行けます。怖いね。いや、行ったなぁ。まあ、僕はね、今800強ぐらいの想定なんで、うん、まあ、あと200ぐらいなんですよ。で、ちょっともう最終調整に入りたくて、はいはい、まあ、飲み物がやっぱり欲しい。まあ、ないとね。ただ、その200ぐらい行く飲み物ってそんなないと思うんだよね、うんうん。だからどうしようかなと思ってて、いや、もう、いや、行くわ。アップルジュース。おお。アップルジュースで
ストップです。おー、来た、ストップ入りました。これでまあ900強か、まあ900弱とかで、とりあえず完走を目指す。なるほどね。そうね、こいつら3人バカみたいな取り方したから全員事故ると思ってるから事故待ち。いやー、これひよって、ミス待ちか、ミス待ちです。すっげえ手前で止まってました線のチキンレース、ここら辺で止まって大丈夫、全然ここ止まってもお前ら全員崖落ちる止まれればいい俺は。なるほどね。ちょっと待って、僕はね、フィナンシェブリート牛乳だよ、うん、危ないな危ないかい、危ないな。ここで調整でちっちゃいの買うか買わないか、かもう飛んでるかのどれかにね、うん、ちっちゃいの買いたいけどな。結構ねちっちゃいのがあんまりない、うん、まあ、あんまりないというか、定番で避けるチーズか、青汁とかかなり低そうではあるよね、うん、確かに青汁好きじゃないから。あれサラダチキンバって頼んだっけ。頼んだ。これは納豆は低いよね。大豆だからね、なんだかんだ。確かに危ないよ、豆だよ、うん、危ないか、ナッツだよ確かにナッツ、ナッツじゃナッツだ俺はね、避けるチーズ。おー、取られたー。ここでストップ。あ、いや、なるほど、取られたー。この調整が効くかどうかですね、結局。そうね。じゃあ続いてニャンヤオチ、どうしよっかな。俺もここでストップしとくべきなんかなっていう今葛藤をしてます。調整でシュガー買うのもありそれ調整じゃなくて本命になっちゃうから。いや、行くとしたら青汁なんですよ。おー、青汁行くか行かないか。青汁行くことによってより攻めるか、もう終わっとくかの二択、うん、飲み物あるの。飲み物ないんすよ。じゃあ青汁だ。喉カラッカラでご飯食べる。青汁青汁いってやるよ。青汁でストップ。じゃあノエル、俺だけか。好きなだけもうだから頼んでいい。好きなだけ頼んでいいんだ、ね、全部でいいよ。まだ600いってないと思うんだよ。600ぐらいかな。今んとこ最悪の組み合わせだね、うん、そうだね。これがてにね、大根の煮付け。別に同時に食わないからいいんです一旦弁当いっとく。唯一の弁当、弁当あったよ、うん、僕まだね、うん、炭火焼き、牛丼、バカ弁当なんて一番予想つかないんだから炭火で焼いてる分やっぱカロリーも飛んでるもんね。まあ確かにね、それはあると思うわ。ゼロ、炭がカロリー吸着して、うん、そうそうそう、炭の成分でね、炭の成分で。コクうまだれもね、うまいだけでカロリーがあるっては書いてないからね。そうそうそう、うん、カロリーあったね。ここカロリー激うまだれとかなるはずだからね確かに。どういう、うわ、どうしよっかな。じゃあ鶏五目おにぎり。おお、美味しいやつや。いや、まだいけるんだよね、絶対。多分まだ隙間ある感じは、ね、ちょっとあるんだよな。なんかうわ、最初にガンって言っとけばよかったななんでみんな最初ひよったの、うん、飲むヨーグルトいちご。おお、飲み物2つ。ダブルドリンク、ダブルドリンク、ダブルドリンク戦法です。これは強い。そしてさらに、さらに何、右手が現れました。右手で何を注文するんだ。ストーップ俺たちのガヤは何も生み出せないということで、皆さん注文終わりましたんで、スタッフさんが持ってきてくれるのを優雅に待ちましょう。はい、楽しみだ、楽しみだね。エレノさんの食べ合わせ悪そうなの来てたの。やった、ちょうどいいんじゃないか。おー、結構やっぱでかい、やっぱでかい。次はインゲンオチ。おい、いや少なそうだな。少ないだろこれ。少ないかもね。あ、やべ、オーリー、やばい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 、でかい、うわ、乗ってる乗ってる乗ってる。でも俺はこれも一応可能性として想定してたから。まあね。あ、なんか骨ちっちゃいな。あ、これちっちゃい。俺よく食べてたこれ。骨ちっちゃいな。これはどうだ。これ俺全然足らなくない。これも足んないんじゃない。全然足らない。これ足るって。じゃあ揃ったことなんで。はい。食べましょうか。やった。皆さん手を合わせて。いただきます。いきます。いただきます。いただきます。飲み物か。いやー。ガッガッ。ここに良さそう。これ振るかどうかを見よう。一旦振ってからね。ちょっと俺失神するかもしれん炭水化物で、炭水化物でいただきます。振っといて損はないだろう。熱い、ダメだ、食べれないよ。え、俺このまま食うのあんまなくない、うん、俺はパスタを箸で食う男。あ、なんか抹茶みたいで普通に飲みやすいな、この青汁。青汁って最近の本当飲みやすい、うん、飲みやすいよね。抹茶みたいとか抹茶入りって書いてあった嘘つき、嘘つきではないだろ。抹茶みたいって言って抹茶なんだから。俺食いづらすぎる。こんなことある、うん、あ、うまっ。パリパリのね、青汁が止まんなくて。うん、うん、食べたかったもの食べたかったものだけど量が多い。食べきれるか怪しいね、ちょっと、うん、すごい胡椒が効いていて美味しいね。いや、ペペロンチーノ食うと一人暮らししたてのクソ貧乏だった時のことを思い出す。なんかパスタのお得用で5キロとか買って3人前、なんかレンジでチンするだけで茹でられるやつあるじゃん。あるね。あれに3人分パスタ入れて1人分のペペロンチーノソースをかけて、うっす
くかさ増しされたペペロンチーノを毎日食ってたすごくお腹いっぱいになるし、なんかうっすらペペロンチーノの味するしで、俺は好きだったラッキーぐらいの味だった、うん、なんか味の濃い部分に当たるとおっと思う下の方とかねそう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 、うん、普通にうめえ、めっちゃ口の中でモキモキって不快だなこれ、裂けるチーズ結構モキモキ、うん、え、裂けるチーズそう食う人初めて見た、なるほど、ね、裂いてたらだって時間なくなっちゃうし、ちょうどあるよ時間、この量見て食い切るまでにね、うまい、うん、食べ合わせが悪いから1品ずつ食べようなんかペペロンチーノの味すんだけど匂いきつすぎて、これも戦略そうなの、うん、影響しないけど、匂い強いだろ、ね、もうカロリー変わんないよ、物価に影響しないよ、うん、ミラーシュ高そうだけどね、いやでもそれ1個じゃ、なんかクリームとかいろいろ入ってたからね、それ1個じゃ、まあせいぜい200とかかないって、うわ美味しそう、カロリー低いぞ相当低いぞこれ俺500ぐらいじゃないかこれだと、いや俺もね600、700ぐらいな、プレスバーカーが、いただきます、いただきます、鶏大根、いただきます、うわ味染みてるわ、色が味染みの色してます、うまっ、すごカレー食ってる、食ってないよ普通にうまそう、カレーの色してるね、味染みてるわ、偽りなし、偽りありそれにはなかったよ、偽りあり偽りありなんか毎回俺だけまんまと騙されてる、想定外の来てる、うん、今回は完璧に勝つと思ったちょっとベーコン重いから1枚あげる、あ、カロリーの移動は発生しますか、これにしません、カロリー上等はしません、あ、うまいわ、めっちゃペペロンチーノ味これうまっ、これめっちゃうまいよ、うん、一番うまい、これマジうまそう、いや、一番うまいのこれ、すいませんヒレクセ、ペペロンチーノの前にちょっと、あの、口数が減ります、うんうん、片付けに行きます、ペペロンチーノ、で、代わりにニャンヤオチューが喋るから大丈夫、卵入ってるの嬉しい、もう俺だって食い終わっちゃうもん、あとホットドッグだけで、なかった気がするなー、これなー、おにぎりもう一個欲しいな、普通に、普通にもうカロリー換算しなくていいから頼みたいよ、普通にまあでもお腹すいた、でもこの満腹具合って考えたら多分俺満腹食おうと思ったら1000超えちゃうんだよな、って考えたら、いや多分俺普段ねなんか超えてる気がする、いつもあの食事がね食ってるものが悪いよそれは、まあ、それがそうかもしれん、いやだニャン用だってこの前さ、さらっと食べて1000超えてたじゃん、そう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 だね、ってことはこのぐらいで意外とちょうどいいのかもしれん、やばい、俺もすでに前回の満腹を超えてる早すぎだろ、前回も多かったよ、もう猫舌だから食べ進めらんねえよ、めっちゃ熱い、クッソぬるいんだけど、超羨ましい温めの量が、熱さだけ交換してほしいえ、熱量交換ってこと、うん、これカロリーの交換ってこと、あ、そうなっちゃうのか、熱量って言うよね、言うね、うん、辛い、満足したな、うん、まだあるよ、全然いらないな、一発目に頼んだカフェラテ、ちょっとシェフ足りないんだけど、足んないよ、お腹空いたよまだ、ベーコンいる、ベーコンベーコンいるベーコンいる、ベーコンあげるよ、ベーコン、よし、最悪の食べ合わせ一個ずつ作っても食べ合わせ悪い、青汁って意外となんでも胃の中整えてるじゃん、いいんだよ、言わなくていいんだよ落としてたよね、体を震わしてね、掃除だ、もうおじいちゃんなの内臓が私ごめんってうまいな、なんか果肉入ってるやつ苦手な人結構いるよね、あーこれ苦手だ、食感が嫌なの、邪魔ね、なんか結構言うよね、待たしてごめんね、いや別に俺だけだから逆に今ごめん、モルビスはまだメロンパンが丸々残ってるからしばらくかかるんですけどあれは持ち帰りますもうこうなってる時点で多分もう1000超えてるけど、体感としてはそう、体感1000超えてる、うん、けど俺はね、台はね、うん、600ぐらいで見た覚えあるんだよね、660とかならワンチャンあるね、だってセブンの二郎系のラーメンあるじゃん、うん、あれが確か780か880、うん、あ、そんなもんなんだ、で、ジューシー唐揚げ弁当とかが800とかだったから、うん、パスタは言うてね、400から、まあそうね、パスタだからね所詮大とはいえ、うん、パスタは1人って言いませんか、言います、俺パスタで太った20キロ300-300だとして、それでも740しか足んねえ、俺の匂いはどっちが低いか勝負、いやーマジでどうだろう、さすがに俺の方が多いと思うけどな、じゃあブリトーだった時も計算するわ美味しい、味濃、味薄いのしかなかったから確かに全部味濃い食べたってこと、食べてないけど、なんだかんだ満足をしたな、大満足、それはね、ああうまっ、いらんな、1個目に頼んだからなんで頼んだんだよ、一番大事だった、一番伸びたかったんじゃないんかい、気が変わったよね、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、私もメロンパンは、まあこれは使います、飲みながら撮影するか、いいね、うん
いいよ、すんで。美味しゅうござんした。うわ、マジ腹いっぱい。ということで、ほぼ皆さん完食したという。はい、食べました。食べました。美味しかったですね。いやなんか、お腹すいたとは言ったけど、うん、ここまで腹いっぱいにしてくれとは言ってない。こっからの撮影きついよ。うん、きつい。まだ1本目だからね、これ。こっから眠くなっちゃうよ。結果発表、ありがとう、優勝しました。ありがとう。頼む。ここ緊張すらしない。溢れててくれ。緊張すらしない。マジ溢れててくれ。こんなに勝ち試合でいいのかなっていう。第3位から。3位。なるほど。いかせていただきたいなと思います。はい、第3位、総カロリー558。絶対俺じゃねえわ。にゃんにゃん落ち。俺だ。500。マジで。おい。え？俺毎日これ食わじゃ。500にしては満足度高すぎ俺。いやいや、そんなお邪魔カロリーでこのレースに参加しようなんてもう恥ずかしい。身の程知らずが。いや、日和すぎた。もう前回がね、前回があまりにもオーバーしちゃったんで、今回日和すぎました。見苦しい。もうカメラの前の皆さんも共感性羞恥でもうガリ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 。にゃんにゃん中500キロカロリーってなってんで、数分後に逆に言われないですね。じゃあ続いて、はい、第2位、うん、584。おい、一緒じゃんねえ。何じゃこのレース。待ってください、待ってください、はい、ブリトーだった場合、うん、ここに80キロカロリーぐらい追加されるので、変わんねえよギリ。恥ずかしい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 。言っとくけど、今2位ってことはどっちかは溢れてるってことだから。違う、1位だから。違う、あのね、ドボーより恥ずかしいから。そもそもドボーよ。500は恥ずかしい。動画の構成上、ドボーする方が全然ええねん。散々ね、カロリーだけって煽っただろ。おめえらだろ、この人だ。煽っただって。俺は悪くねえからな。じゃあどっちだけ発表してほしいですか。4位からいきます。いや、まあ1位からいこう。1位いきますか。第1位、881キロカロリー。マジで予想通り、こんぐらい俺。なんと、まさかのエルドー。おえー、 880、意外と少なかった。え、そうね、うん、まあまあまあ、予想通りですけど。いや、俺もどっか、そんなの予想通りならもっと攻めてほしかったけどね。あと120ぐらい余地あったんだからね。ちょ、避けるチーズで調整しろって言ってた。調整する必要もないな。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。え、でもこれのおかげで、あの10位以降なってるから。僕の調整です。ということで、はい、4位はウォルピス・カーターさんなんですけども、総カロリー3品ですよね、はい、3品の総カロリーは1318。しかもうち1ドリンクだよ。え、だからペペロンチーノとメロンパンだけでアウトってことですよ。まあまあ予想通りかな。予想通り。いや、このペペロンチーノが大盛りじゃなかったら勝ってた。300キロカロリー変わるからな。何よ、300変わるから。いや、予想通りだったな。運にちょっと左右されちゃったな。ペペロンチーノいくつなの。ペペロンチーノ笑うよこれ、888キロカロリー。え、ペペロンチーノでかけるチーズって優勝じゃん。え、てかペペロンチーノだけで優勝じゃん。優勝。え、なんだこれ。え、なんだこれ。これだけで1位やね。マジ。そう、いや、大盛りだったからもう。そう、だからもういけてたって。そんなバカだ。ということで、今回の1位もエルノになりました。エルノ、さすが。素晴らしい、ハロスキマシン。順番のアドバンテージあったかな。え、一番だったからね。順番のアドバンテージ捨てて。二番だったよ。え、負け惜しみが下手すぎるんだよ。ちょっと待って、ノエル以外が下手くそ。下手くそすぎる。別に優勝スコアじゃないからね。880って2位3位のスコア。どうしてこんなことに。しかも俺なんか前回の反省を経てとか言って、結局前回と同じことやってました。どでかいの引いて。学習してるだけ俺のがマジだ。まだ。いや、難しいこの企画。いや、初めてやったけどきついね。出してる時はなんでこんなことになるのこいつらって思ってたんだけどね。もう食ってる最中に、あー絶対800キロカロリーだって思ってたもん。パスタだけだったら分かるけど、ベーコン2枚にウインナー長ーと思って。長い。だって俺のホットドッグより太かったからね、ソーセージなわけで。爆弾処理ですよもう。はい、ということで、そうだな、やっぱ1位のエルノさんに一言いただいて締めてもらいましょうか。お言葉をください。お願いします。はい、井の中の蛙、大会を知らずことわざがありますが、はいはい、まさに井の中の蛙で勝ててしまって、なんかちょっと、煮え切らない気持ちでいっぱいですが、皆さん、楽しんで頑張りましょう。
おい、なんかいいこと言おうとして全然中身なかったなんかすげーふわふわだった、なんか着地できなかったあのカエル着地めっちゃ尊重して頑張ってくださいはい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう、さよなら。あ、俺もうじゃあ今日あと700キロカロリーしか食えねえんだお腹空いたからおにぎり食べたい、余ったやつ。今日階段ちょっと急いだだけでマスクしてたら酸欠になっそれおじいちゃんよりもタバコが原因じゃないあ、死ぬ死ぬ間際すぎる